んにちは、しまなみひよりです。いつも見ていただきありがとうございます。2024年1月の26日です。今治市桜井の天満宮に来ております。昨日まではね、大寒ということでめちゃくちゃ寒かったですよね。寒い空気が抜けてやっと少し暖かくなってきましたが、まだまだ風は冷たいです。この寒のね、めちゃくちゃ寒いところを耐えて咲いている梅の花、凛として咲いてますよね。この姿がとっても好きなんですよ。時々太陽が雲の晴れ間から出てきた時にはまあ、綺麗に光が取れるんですが、ちょっと雲に隠れるとちょっと暗いですね。紅白の梅が見えております。これは社務所本殿のすぐ近くの梅の花です。この近くにはね、ものすごく歴史のあるような梅の古木があります。神社の境内をね、見ていますよ。こう松の木がね、むちゃくちゃたくさんありますよね。本当に広い境内のほんの一部だけを撮っています。夏はね、ここめちゃくちゃ涼しくて好きなんですけども、今日はまだ寒いですよ。完売会が開かれてますというような看板も出ています。立派な本殿ですね。本殿の横の梅の花を撮っています。もうちょっと経つと開きますよね。凛々しい顔の牛さんもいます。学問の神さんですからね、よろしくお願いします。まあ、本殿の近くの梅の花を撮っていきます。何分咲きでしょうか。三分咲きというところでしょうか。ここの鳥居もとても立派ですよね。広大な松林の中に神社があります。梅林の方へやってきました。梅の花がとっても綺麗なので、今から散策していきます。どうか一緒にご覧ください。お日様が当たると光が取れてめっちゃ綺麗です。菜の花がね、前はたくさんあったんですが、なんかほとんどないので、それがちょっと寂しいですね。今日は残念ながらまだ時期が早いので寒いですから、鳥さんたちなんかいませんね。メジロやウグイスもまだちょっと寒いのでいません。赤い花もとっても綺麗です。まあ、本格的な梅の花はこれからになりますので、お近くの方は来られるといいなと思います。ちょうどね、太陽が当たってきました。しまなみの太陽が梅の花を照らして春を感じさせてくれます。最後まで見ていただきありがとうございました。